たちのスポーツマインドを伝えたい。僕たちは輝くスポーツシーンに憧れ、躍動する息吹を素肌に感じ、雄大な世界と競い合うベストな瞬間を求めて、今僕たちは無限大のパラダイスを、冬の冒険、彼女たちのウィークデーパラダイス、ステップアップスキーイン上越。この番組はビクトリアの提供でお送りします。得意なカーボーイはこの国では珍しくない。ゲレンデはどこにでもある。地球がスキーをくれた。スポーツ引力ビクトリア。冬の冒険。仕事を終えた彼女たち、それは多分火曜か水曜、いつものロッカールーム。何かが違う。それはウィークデーなのに何かが輝いていた。ときめく予感。もう動き始めた彼女たち。今日から白い旅に出る。3泊4日ウィークデーの冒険。冬だから、雪だから、いつもとは雪が違う。いつもとは空気が違う。全てが違うはず。ちょっと本気にスキーをしに来た彼女たち。3泊4日のステップアップスキー。そこは彼女たちのウィークデーパラダイス。本気になった彼女たちのスキー旅行。ゲレンデのアプローチもポジティブに快適を第一に考える。
上越地区のスキー場は非常に駅に近いということで、特に新幹線で参りますと約75分前後で行ってしまうということで、非常に正確にゆったりとご旅行いただけるということで、ご家族あるいは友達とですね、気楽に行けるんではないかと思います。また特に平日ですと会社が終わってから行こうと、ナイタースキーを楽しもうという場合も非常に便利にできております。高速道路を車で走っていくときには決してない開放感、ゆったりとしたアプローチの中に身を置いて、明日からのステップアップスキーに思いを馳せる。車よりはるかに広い空間だからこそ、ウェアもシューズもくつろぐだけではなく、おしゃれが意識できる。いつものアフターファイブはもうこの列車の中にはない。東京から90分、上越の豊かな雪が彼女たちを待っていた。ここは上越国際スキーリゾート。3泊4日のステップアップスキーのために彼女たちが選んだステージ。グループによりまして、いろんな目的あるいは楽しみ方を計画なさっていらっしゃると思うんですね。その中に私どもはリフト、それからゲレンデ食堂、駐車場、このホテル、全てにおいて一社でやっておりますので、お客様のニーズにお応えするべく高速リフト、4人リフトというふうに掛け替えております。また施設の方も653ルームある中の101ルームがメゾネットタイプという2階建てのお部屋でございまして、快適で清潔でまたおしゃれでというふうな、その施設作りをしております。そしてどこまでも広大なゲレンデが彼女たちを待っていた。面積は1000万平方メートル、1000メートルクラスのロングリフトだけでも10本近くある。3泊4日のウィークデーパラダイス、リフト待ちに悩まされることもない別世界。ここ上越国際スキー場はすごくスキー場自体が広くて、中でももう中級者、上級者、初級者全てに対応できるスキー場だと思います。中でも初級中級の方には長峰ゲレンデ、それから中級者上級者に関しましては大ベッドゲレンデ、大沢ゲレンデ、またはもっと幅を広くしてあてまゲレンデっていうところまで行ける、そんな広いゲレンデが特徴となっております。また大ベッドゲレンデのようなコブ斜面は日本でも数少ないうちに入っております。また、こちらのスキー場は広いっていうことで、もうバラエティに富んだスキーができるんじゃないかな、そんなスキー場のうちの一つだと思います。そしてインストラクターの富井康夫が彼女たちのために3泊4日のスキーカリキュラムを組んでくれた。4人のスキー歴は3年以上、中級から上級へのステップアップが大きな課題になっている。彼女たちはウィークデーのプライベートレッスンでどこまでレベルアップできるのだろうか。午前と午後に2時間ずつ、合わせて6回分のレッスン費用は1人1万2000円。一般レッスンと違いまして、プライベート的なところでもうどん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 滑るっていうところから始まるかと思いますけれども、その中で段を追って、プルーク暴言から始めて、シテムターンでパラレルターンでウェーデルンっていう形で、滑れる子を中心にしておいて、徐々に段階を実践的なところに向けて、あの子のようになろうじゃないかみたいなところが出てくると、すごくステップアップにつながるんじゃないかなと思うんですけれども。4人だけのプライベートレッスン、彼女たちだけのためのオリジナルカリキュラムがわずかな費用で誕生した。ここでそのオリジナルカリキュラムを1日ごとにチェックしてみよう。
今回は初日2日目3日目4日目と、ある程度滑れる中でもう少し基本の部分を大切にしていただきたいなと思いまして、まずプルーク暴言から始めます。プルーク暴言ではしっかりと谷川の方の足に踏ん張りしっかりと乗り込んでいく、それからシテムターン斜角行から入って斜角行で山側のスキーを開き出す。でその時に同時に伸び上がりを使って上下運動を使いながら、少しずつターンを導いていく。2日目になりました。そのシテムターンをより高度化させて少し谷開きの要素を含めてやってみて、きっかけをつかんだ中でのパラレルターン導き、だん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 こうスピードに慣れてきたら急斜面へ移行していき、急斜面の中でしっかりと自分の体の位置を遅れさせないようなところにポジション作りを作って、それからターンを導いていくような形がいいんじゃないかな。3日目に入りましてパラレルターン足が揃い始めたらリズムを大きなターンにして、まずしっかりとスキーを回していくリズム変化を取り入れていきます。大きなターンから小さなターン、浅いターンから深回りのターン、少しずつ小さなターンを覚えさせておいて、ジャンピング等のまあターンを入れていって、その中でウエデルンっていう種目新しいところに結びつけていったらいいんじゃないかな。ウエデルンに一気に行っちゃうとみんなスキーを横に振ったりするんで、その中ではやはりジャンピングずらしのターンいろんなところを持ってきて、その中でのウエデルン作り、そして最後にこうウエデルンができた時のもうスキー場を爽快に滑る、急斜面でも緩斜面でももう思いのままに滑れる楽しいスキーなんかに結びつけていきたいな、そんな感じで撮りますけれども、彼女たちのステップアップのためにあらゆる可能性を考える、女性から見た女性のためのスキー、そんなことにも注目したい。気持ちっていうのがすごくスキーの動きに敏感に出てくるものですから、どうしても自分の中に恐怖感のあるうちは女性特有の腰の落ちた滑りになりがちです。でスキーっていうのは足だけで滑るものではなく、上体ですとか腕の構え、それから視線の向ける位置ですね、そこまで関係してくるものですから、体全体の運動のバランスが必要になってきます。男性よりも柔らかな動きのできる女性はそこの部分を大いに利用して、もう一度自分で一つの形にはまらずにいろんな動きをした上で、自分で一番バランスの取りやすい位置ですとか、スピードをコントロールできるポジションっていうのを早く見つけることが第一だと思います。もちろんステップアップのためにウェアからマテリアルまでチョイスも慎重にしたい。あくまでベストなレディースを。女性は筋力骨格とも男性と異なるため、ケスレイでは構造や素材をレディース専用に細かく配慮しております。まずスキーの軽量化を図るため、軽量ウッドコアとグラスファイバー構造によってスキーを非常に軽くしております。また少ないパワーでスキーを操作するために、ケスレイ独自のサイドカットとして SXJ サイドカットや FW1 サイドカットなどを使用し、高い操作性を作っております。スキーケースやスキーバッグには機能性はもちろんだが、女性を意識した色使いやデザインのものを選びたい。荷物を一つにするというのは大切な要素。自分の体力と相談して大きめのものに軽く詰め込む。3泊4日のステップアップスキーレッスンはあくまでハードにこなしていきたい。だからこそ一歩カリキュラムを離れたら快適なリゾート空間の中に身を置く。2人だけのリゾートスキーもいいけれど、仲間の笑顔を楽しみながら映画のワンシーンのような時を過ごしてみる。スキーのテクニックだけではなく自分自身のステップアップのチャンスにしたい。
光が白銀と交差してハレーションを起こすナイターゲレンデ。もし気持ちがどうしてもスキーを求めてしまうなら、昼間のレッスンを自分なりにチェックしてみるのもいいだろう。もちろんリゾートとしてのリラックスしたスキーを楽しんでもいい。ただしあくまでゆとりを大切に。ウィークデーに3泊4日のステップアップスキー、これはもう立派な冬の冒険。あえてここまでやり抜いてスキーで自分に自信をつける。いい女は一日にしてならずと思うんですけど、急に明日からいい女になるぞというのはまあ絶対無理なことであって、私が思うには下地作りが結構大事なんじゃないかなと思います。いろんなスポーツをやったり、いろんな人に会ったり、いろんな体験をして下地を作っとく。その後ね、社会に出たり本当に好きなことをやるときに絶対それは全部役立つし、その時こそ人よりちょっと差をつけて惹かれるんじゃないかなと思います。そして1991年、女性を磨くスペシャリストたちからの提案は虹のようなドラマチックな自己表現。自然と調和した香り作りにも注目したい。スキー場でですね、香りを楽しまれるっていう場合はどうしても汗をかく、そういう場合はできるだけお肌に直接使うもの、まあ、我が社の場合はディオドラントという特殊な商品ございますけれども、それを直接バスルームでお使いになって、その後ご自分の同じ香りのオーデトワレまたはオーデパルファン、まあ、香水はちょっと強すぎると思いますから、そういうものを下着に直接つけて、さらに 上からウェアをかけていかれれば、だんだんそれ下のものが上に香りとして伝わっていくと、それでほのかにいい香りが漂うという形になりますね。そんな風にしか女性を磨き抜くためのスペシャリスト。次の提案はボディをナチュラルにドレスアップ。嘘をつくこともただ華やかなのではなく、身につければ心のラインまで豊かに見せてくれる。最近体のナチュラルなラインを表現できますフィット感のあるアイテムが増えております。ストレッチレスを使っているために伸縮性に富み、動きやすく、しかも丸みのあるシルエットを演出してくれます。体のラインを補正するのではなく、あくまでもより自然な体のシルエットを出すためのアイテムで、自然に体に馴染んでフィットしてくれます。やがて秋が来る。女性を磨くための基本、それはもちろんボディケア。雪のゲレンデから戻ったバスタイムには肌を限りなくリラックスさせたい。ゆったりとしたくつろぎの時間が流れていく。体にもそして心にも優しい空間で豊かなひとときを迎えたい。だからこんな音を連れていく。普通スピーカーと言いますと大きな音を出すときにはいいんですけども、ボリュームを絞ったとき低域がカットされてしまうということがあります。それをまあ今回このパム3ではですね、補うためのグライジングのシステムを導入しておりますので、例えばホテルでお友達と集まったときにボリュームを絞ったときにでも非常にいいバランスでお聴きいただけると思います。豊かな空間の中でのリラクゼーション、その演出は爽やかな朝を迎えるためにもアルコールを避ける。そして意外なほどの温かさを。夜飲まれるお茶でしたら、できるだけテインを抑えてあるお茶が、気分的にリラックスできると思います。お茶の種類で言いましたら、できるだけウーロン系のお茶を飲まれた方が、全体的にテインも控えめですので、そういったお茶をお勧めすることができると思います。多めの湯に少なめの葉っぱでゆっくり時間をかけて抽出していただく、そしてお茶本来の味と香りを楽しんでいただくような飲み方、お茶の入れ方をお勧めしています。テインとは
カフェインの一種。このテインを控えたお茶なら夜の眠りを妨げることも少ない。そして紅茶の横に小さな華やかさを添える。チョコレートをバレンタインストーリーの主役にだけしておくなんてもったいない気がする。心と体をより豊かにリラックスさせたい。そんな時ジャージやトレーナーよりさらに心地いいもの、それがパジャマ。そして部屋の中だからこそルームシューズもパジャマとのマッチングを考える。決して長い時間ではないけれど、彼女たちのパジャマパーティーはウィークデーパラダイスの貴重なアクセントに。そして穏やかな眠りの中で彼女たちの思いは明日の朝のゲレンデ。スキーが上手くなるにはまず基礎のフルーク暴言、ステムターンをはじめ実践的なパラレルターン、ウェーデルンと、導いていきますけれども、本当に上手くなりたいっていう方は本人のやる気が一番だと思います。爽やかな雪と空気に包まれた日、それが彼女たちの冬の冒険。純白の世界で大きくステップアップ。だから仕事を終えたあの日、彼女たちは小さくジャンプして白銀の世界へ。いつもと違う世界を自分で作りたかったから、だから冬の冒険へ。多分火曜か水曜の夜、アフターファイブのロッカールームを飛び出した彼女たちは3泊4日のウィークデーパラダイスへ。カリキュラムは自分たち専用のものにした。そろそろスキーと本気で付き合ってみたかったから、もっとスキーのことが知りたくなったから。もうゲレンデは彼女たちのフィールド。雪も風も空もみんな4人のためにある。これが冬の冒険、4日間のスノーパラダイス。本気になっている自分が嬉しい。ステップアップしていく自分がわかる。本当に気の合った仲間が一緒だったからできた。彼女たちのリズムが一つになる。そして今、純白の鼓動をつかむ。
キーの得意なカーボーイはこの国では珍しくない。ゲレンデはどこにでもある。地球がスキーをくれた。スポーツ飲料ビクトリア。来週のジェーンスポーツデータファイル TV はグレート草レースに乾杯。91年アマチュアスキーレース、実力をやる気と幸運でカバーしたら、あとはもう全てを忘れて大好きなゲレンデを駆け抜ける。今週のプレゼントはホテルグリーンプラザチェーンよりジェーンが提案したスキーパックを一組に。日本ノルディカ株式会社よりスウェットセットを4名様に差し上げます。この番組に対するご意見をお書きになって、テレビ東京 JN の係までお申し込みください。ゲレンデはどこにでもある。地球がスキーをくれた。スポーツ飲料ビクトリア。この番組はビクトリアの提供でお送りしました。